九慈城は岩手県九慈市に所在した日本の城、別所、新町館、八日間、九慈市指定史跡。九慈城は戦国時代の平山城で旧古軍大川目村に所在した。城跡は九慈川の左岸、新町集落の北方、大川目寺公園の東側の男山を利用して、独立給料場に位置し、北側後配地に空堀が巡らされ、 南側は、主角部で南北に長い平場をなして、丘陵町部より平坦地が三段に作り出されていた。麓に位置する堀屋敷と称される平場が、日常の居城と思われる。現在は、本丸跡、堀が残っている。1973年10月8日に、久慈市指定史跡。久慈市の居城で、久慈し売り女子生の養子、12代と伝えられる。 以前主真実の頃からが、大川目8日間に居住したのが、始まりと伝わるが、追記時期は不明だが、真実が、当地に入ったのは、文明年間の頃である。と、言われている。天正19年9月、九時思想家である、九時備え前、守る直司は旧古神中の三男、中塚正則を娘婿としたため、久野平正美の乱において、久野平正美に加担し、 九古城に籠城したが降伏し、会場に伴い、主だった首謀者たちと共に、栗原軍三挟前和ヶ崎に送られ処刑され、九慈市の着流が滅亡した。没後、九慈城は、南部の直の直轄下に置かれることとなり、大館は九慈修理地況であった。天正二十年、諸城破却所城には、ぬかの部軍の内九慈山城派、信直を抱え大館九慈修理とあり、破却された。 ありがとうございます。